ビップエレキバン。会長、もう一回どうぞ。はい。ビップエレキバン。ご熱心。分かっていい。冗談じゃねえ。ない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 。もう一個、もう一個、もう一個。絶対受ける。ちょっと待て。絶対受ける。待て。今のが面白かったかどうかは直子さんに聞いてみよう。直子さん。もう一つあんのか。はい。やってみろ。の。ビカビカの一年生。俺小学校入ったら突っ張んねん。俺小学校入ったら酒飲んだもやめんねん。バカ野郎。俺小学校入ったら競馬権利やめんねん。ビカビカの一年生つらいの。あれあれ最高だね。これでね、僕なんかのね仲間のトシちゃんがついにレコードを出すことになりました。はい。曲名は哀愁デート。そうそう、哀愁デート。それじゃあいくよ、レッツゴー。トシちゃんのデビュー曲哀愁デート。赤いバラ投げ捨て、それで終わりにしようぜ。はしゃぎすぎた後しらけちまう。火遊びみたいに抱き合って死ねるならいいね。その日だけの恋ならば優しさもない方がマシさ。鮮やかなバイバイ哀愁デイ、笑顔見せてよバイバイ哀愁デイ、冷めすぎた罪なやつ。もうやだよ。そしてついにマッチもレコードデビュー。昭和55年7年前です。5分だけでもいいから俺の話を聞いてよ。別れの電話取り消せよ。お茶としてた。列車の扉を右手で叩けば別れのベルが鳴る。幻さ漂う虹。